演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーのフライドオニオンリングを食べたいと思います。あー、オニオンリングでカラオケでの方結構食べるんですけど、こういう風に家でやるっていうのは初めてですね。それではこちらにできてます。どれもこんがり焼けて美味しそうな、でも暑いかもしれないので、今回はちょっと念ためということもあり、飲み物としてこちらのクランベリーブレンドジュースを用意してあります。南アフリカ製造の、いただきます。うわー、これ難しいな、入れるの。ちょっとリンゴジュースみたいな色ですね。それではちょっとさすがにこのまま持てないと思うので、こちらでいただきます。サクッとした食感、ふんわりと広がる甘さ、本当にド直球で好みですよ君。フライドオニオンリング、外側しっとりとして、中はしっとりとして、外側はちょっとカリッとした衣になった。本当に相性が良かったです。噛んだ瞬間に玉ねぎの甘さが口の中にふわっと広がってきましたね。ただ強烈な甘さなんじゃなくて、かといってずっと生玉ねぎを噛んだみたいに辛いというわけでもなく、本当に美味しかったです。程よい玉ねぎの味が十分に引き出された、そんなお料理ですね。またカラオケとか行って食べてみたいですね。というわけで、こちらの点数をさせていただきます。ファストフードとモスバーガー以外に置いてあるとかあるのかな、これ。で、何がモスバーガーって言ってますね。で、こちらの クランベリーブランドジュースもさっぱりとした酸味のあるジュースで、甘さがそんなに強烈でなく、すっきりとして飲みやすい味で、とっても美味しかったです。リンゴジュースとはまた違いますが、それ似た感じですね。混入ベリーもクランベリーももっといろいろ食べたり飲んだりしてみたいですねと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。それでは、建国記念日、水を待つほど尊しや、水を尊く待ち望んでいる、どんな建国記念日なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。